飴と鞭は本当に効果があるの。行動心理学ネズミで実験、人で実験、ミシガン研究。19世紀のドイツ帝国でビスマルク宰相は弾圧のため蜂起と国民生活のためになる社会保障政策を同時に実施。そうした民衆懐柔策が飴と鞭に例えられた。英語圏では馬をイメージした人参と鞭という慣用句がある。叱られると人間も動物も気力を失う。学習には褒めるのが効果的。後輩や部下を一人前に育てるには褒めるべきでしょうか？叱るべきでしょうか？一般的に望ましい行動をした時に褒めて、怠けたり失敗した時は叱責する。飴と鞭によって正しい方向へ導こうとします。昔からよく言われる飴と鞭理論ですが、それは本当に正しいのでしょうか？それを確かめるため、ネズミを使った有名な実験があります。T 字路の装置に、左に曲がるとクッキー、右に曲がると電気ショックを与えるようにしてネズミがどうすれば効率的に左に曲がるようになるか実験しました。詳しく言うとこんな実験です。用意されたのは3匹のネズミとシンプルな T 字路。T 字路の下の部分にネズミを入れ、どのネズミが一番早く T 字路を進み、左に曲がることを覚えるかというものです。設定されたそれぞれの条件は次のようなもの。A、左にクッキー、右に電気ショック。B、左には何も置かず、右に電気ショック。C、左にクッキー、右には何も置かない。皆さんはどのネズミが一番早く T 字路を進み、左に曲がることを覚えると思いますか？正解は C、左にクッキー、右には何も置かないです。普通に考えたら A が一番効果的なような気がします。飴と鞭、理論で考えれば A です。ところが何度繰り返し実験しても、一番効果的なのは C の条件です。成功すれば飴が用意されるけど失敗しても何も起こらない。わかりやすく言うと、飴と鞭。条件にあるネズミ、飴だけを与えられたネズミが最も早く左に曲がる優秀なネズミになったということです。一方で、A と B のネズミはどうなったと思いますか？実は飴と鞭を与えられたネズミも、鞭だけ与えられたネズミも、実験を繰り返すうち、極度のストレスで、動かなくなってしまったのです。下手に動けば電気ショックを受ける。そのことで萎縮し、挑戦すること自体をやめてしまったというわけです。実は実験後の解剖で、A と B、どちらのネズミにも胃潰瘍ができていることが判明しました。飴の効果なんてどうでもよくなってしまうくらい鞭の効果は恐ろしいですね。これでご理解できたと思いますが、効果的なのは飴と鞭ではなく、飴と鞭。わかりやすく言うと、成功した時は報酬、失敗した時は何もしないということです。飴と鞭は学習効果を高めるのに必ずしも必要ではなかったのです。また人を使った実験として、ミシガン研究というのがあります。ミシガン大学のリッカートを中心としたミシガン学派によって1961年に提唱された理論。組織をシステムとして捉え、
リーダーシップに関わる管理システムを4つに分類しました。1、権威主義、先生型。権威主義的管理方法で部下を意思決定に参加させない。部下は恐怖、脅迫、懲罰によって働かされ、報酬は時々与えられるだけ。リーダーと部下の相互作用は稀で、統制機能はトップに集約。2、温情主義、先生型。リーダーは部下をある程度信頼するが、部下に恩着せがましいやり方をとる。あらかじめ決められた範囲では部下のレベルでも決定できるが、多くの意思決定、目標設定はトップが行う。報酬、懲罰、罰のほのめかしに。よって、部下の動機づけを行う。リーダーと部下の相互関係はあるが、恩着せがましく、部下の側に恐怖と警戒心が見られる。3、三角協調型。リーダーは部下を全面的ではないがかなり信頼。基本的方針や全般的決定権はトップにあるが、個別問題は部下に権限以上。コミュニケーションは双方向的に行われ、同期付けは報奨と時により懲罰、ある程度の三角が用いられる。相互作用も頻繁になり、統制機能のかなりの部分が部下に委譲されている。4、民主主義型。リーダーは部下を全面的に信頼、意思決定は広く組織全体で行われるが、バラバラにならずに統合されている。コミュニケーションは上下のみならず同僚間でも行われる。部下は全面的に参画が認められ、動機づけられ、広範な相互作用が確保される。評価と統制はすべての階層で行われる。ミシガン研究では、膨大な調査の結果、4、民主主義型を採用している経営組織の業績が最も高い。と、結論付けました。業績順では、4、民主主義型。3、三角協調型。2、温情主義、先生型。1、権威主義、先生型。という順番で、1位が民主主義型。最下位が権限主、先生型。となりました。また、アメとムシの理論は、最近分かったことではなく、昔から、知られていたことなんです。孔子、論語にもこんな言葉があります。孔子、論語、その言葉。子、曰く、君子は、人の美をなして、人の悪をなさず。小人は、これに反す。孔子、短所を、潰すのではなく、長所を生かすべし。だが、小人は、その反対のことをする。条約。意味。君子は、人の善行や、成功を心から、喜んで、その成就することを願い、どんの悪行や失敗を、そそのかしたり、喜んだりしない。ところが、小人は、その反対のことをする。人の美や、成功を、心から喜べる人物でありたいものです。いかがでしたでしょうか？このように、アメとムチは本当に効果があるの。では、アメとムチ理論では効果があまりなく、アメとムシ理論が最も効果があるということがお分かりだと思います。この知識を知り利用することで、皆さんが今後心豊かに幸せになっていただくことを心から願います。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。
ご視聴ありがとうございました。